はい、今日もね、湖西の浜にやってきました。で、いつもと違うのは、先ほどまで夕立ちあって川がね、茶色く濁って濁流になってます。でこっち危ないんでね、ちょっと左の足元見えるところでやるんですけども、この濁りとクリアの境目とか、こっちのクリアのゾーンとか中心に狙っていきたいと思います。でルアーは、スライドスイマーの175ですね、ちっちゃい方、これでやっていきたいと思います。はい、これですね。はい、まあ、この濁りとクリアの境目と、あとはこの左のクリアのゾーンですね、そこを中心にちょっと狙っていきます。ブル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 、あ、100だ、クラ、いや、でかくはない、やったー、やったぜ、大きないわ、やったぜ、えい、釣れた、ビッグベイトで、はい、釣れました、雨跡の、びっくりした、中ビッグベイト一発通したらボイル打ちで食いました、やった、はい、一回ねサイズ測ってみます。はい、今回は、スライドスイマー175で言いました。でサイズはルアー5で、全然50ないですね、また 4.8 ぐらいですね。はい、48センチでした。細いのね、綺麗な言い忘れました。はい、こんな感じです。最高やな、もうやばいな、おっしゃ出たマジでラッキー、一本ラッキーや、ラッキーフィッシュやな、これは。ラッキーバズジェットフィッシュ、けどデブスばっかりや、映ってんの、ちっちゃいけど、小バスや、小バス、うん、めっちゃちっちゃい、40センチやな、はいはい、はい、大きいに、バズジェットで1本釣れました。多分35か40ぐらいですね。
の。その後は当たりなく終わりやな。結構難航は厳しめです。よし、そろそろ帰ろう。帰ります。